パンでチーズコーンスープを作ります。玉ねぎ 50g を入れ、20回ほどブンブン引っ張ります。鍋に有塩バター大さじ1 2分の1を引き、ブンブンした玉ねぎ、しんなりするまで炒めます。スイートコーン缶クリームタイプ 200g、牛乳 200cc、コンソメ顆粒小さじ2分の1、 とろみがつくまで弱火で煮込みます。4枚切り食パンの対角線上に貫通しないよう切り込みを入れます。切り込み部分を厚さ方向にさらに開きます。切り込みの内側に煮込んだ具材を入れます。ピザ用チーズ適量挟みます。同様にもう1枚作ります。オーブントースターで5分ほど焼いて完成です。